はい、皆さんこんにちは。今日はこの車のブレーキパッドを公開していきましょう。それでは、はい、それで用意していくものはこういうものですね。タイヤ自身、インパクトレンチ、トルクレンチ、ブレーキパッド、これトヨタ純正です。ブレーキクリーナーからグリース、それでキャリパーのピストンを下げるやつですね。はい、行ってみますか。ないですね。抜いてここの下を取る。このままもう簡単に抜けますね。こんな感じで、スーッと。弱いやつはこういうのでスポッと抜けます。よいしょ、覚えておいてくださいね。そうするとスススススススないですね。これ危なかったですね。こんな感じで、鉄板がついてます。こういう風に鉄板がついてます。これを外して同じようにくっつけるんですね。ここにこういう風に穴が開くからどれだけ減ってるか、これだけ違うんですよ。立ってるかな。もう半分、3分の2使い切ってます。先ほど言ったように、これスッと入ります。はい、来ました。で、次出来上がり。はい、これでブレーキパッドのプロジェクトは終わりました。なかなか思った通り簡単にできてますね。こういう面ではトヨタ、こういうと同じ、この車だけかな。これフォーランナーとかも一緒だそうなんで、ピンだけでキャリパーを外すにブレーキパッドを変えることができました。まあ、この動画面白かったらご視聴ありがとうございました。それではまた。今同じボックスに入れてみました。これだけ隙間が空いてますよね。これだけ減ったということになります。これがいっぱいだったので来た時はこれが減ったということですね。